こんにちは。こんにちは。はい。はい。今日もじゃあやっていきましょう。はい。今日は何の動画ですか。今日もね、うん、食べますよ。最近まあさ、いろいろね、レビューっていう形で、どこどこの何々とか紹介したんだけど、今日はまあちょっとそういうのじゃなく、そうだね。単純に私がヒョンちゃんに、ちょっと食べさせたいものを買ってきたんですよ。私もね、本当に何買ったか全然知らないんです。今日は内緒にしてます。だから、本当に私は楽しみ。マジ。ちょっと食べながら。マジリアクションで。そうだね。マジリアクション。え、そんな単語も。そんな言葉ないですけど。まあですね、やってみ、みたいと思いますので、行きましょう。はーい。ではね、何から行こうかな。私、今日ね、梅田に百貨店たくさんあるでしょ。うん、大丸とか、阪急とか、うんうん。あそこでちょっと手に入れてきて、うん、あと最新のスイーツと、あ、スイーツか。あ、スイーツ2つと、うん、あとご飯のお供みたいなの。あ、ご飯も、うん、だから順番がご飯食べて、うんうん、最後がスイーツ。そうしましょうか。先に、うん、じゃあ、あの、塩辛いものというか、うん、ご飯辛いものというか。そうそう。ね、じゃあ行きますよ、うん、はい、じゃあもうご飯をねちゃんとお用意してますので、ご飯だけ食べますお米を買ったねお米も美味しいお米ですけどじゃあこれ行きましょう。なんじゃディドンクラゲウニ。ウニね。そう、金徳さんのクラゲウニ、ヒョンちゃん、ウニはどう、うん、韓国では食べる？あんま食べたことないね。ない、うん、これはね、ただのウニじゃなくて、うん、クラゲ、クラゲって知ってるかな、うん、なんだ、ヘッパリ、ヘッパリがある、合ってる、うん、合ってる、ヘッパリ、うん、と、うん、ウニをね、うん、あえたもの、うん、これうまいんすよ。これご飯に合って、うん、これ僕好きなんすよ。なんだ、これはね、阪急百貨店で売ってたのかな、うん、まあまあするけど、このサイズで700円くらいするんだけど。え、高い。そう。でもね、このウニの、ウニってまあまあ高いじゃん、もともと。うん。でもこう簡単に。ご飯に乗せて。そうそうそう。ちょっと味がめっちゃ濃いから。なるほどね。ちょこっとだけ乗せて。ちょっとだけね。うん。はい、いきまーす。はい。え、このぐらいでいいかな。いいね、それでね、ご飯と一緒に食べてみてくださいね。なんか、なんだって、ネッタネッタ。そうね、ちょっとねっとりしてるでしょ、ねね、うん、濃厚っていうか、ウニの味がね、すごいするんですよ、美味しいウニのね。うん、どううまっ、うまいでしょ、これうまいのよ。うわうわ、これうまいでしょ、これね、うん、止まらないな、本当にいや、すごい、そうそうそう、本当に、超縁が、うん、味ですよね。その甘みっていうかさ、うん、このウニの香りと甘みとこのクラゲがよく合うでしょ。なんかね、うん、ウニとかエビとかなんか臭みがあるんじゃん。そうそう、ちょっとね、そうそうそう、海のもんってちょっとその臭みが全然ない。ない、すごい、そうそう、最高だね、本当に。まあさ、なんていうの、お寿司屋さん、まあ、や回転寿司とかでもウニ食べれるけど、うん、やっぱちょっと、うん、まあ美味しくないっていうかさ、甘みがないし、ね、うん、香りもない。けど臭みだけあるみたいなウニなんだけど、これはね、臭みが全然ない。ないっすよ、うん。これ本当にね、うん、お土産とかに、うんうん、なんか受けたらね、うん、本当に嬉しいかもね。うん。うん、まあ、こういう商品、クラゲウニとかウニクラゲとか、まあいろいろ呼び方あるんだけど、ここのね、会社のやつめっちゃうまいのよ。うん、めっちゃ美味しい。これもね、うん、なんていうの、お酒飲む人とかもさ、そうだね、好きそうじゃん。あ、これ。これだけあったら、うん、おかわりもいけるでしょ。そうそうそう、すごいな。このもう味がすごい濃いから、うん、今みたいにちょこっとだけご飯にのせて、うん、お茶漬けとかさ、ご飯なんかちょっと食べた後の最後にちょっと食べるとかさ、うん、いけるでしょ。これは本当に気に入った、うん、気に入った、うん、ありがたいね。あとまあこれご飯に単純にのせるだけじゃなくて、うんうん、なんかいろんな他の料理に使える。そうなの。そうそうそう。なんのパスタとか。ああ、なるほどね。そうそうそう、パスタしてもいいかもね、うん、これすんごいおすすめ。うーん、ちょっとどこで買えるかネットとかであるのかがちょっとわかんないんだけど、うん、私はよくね、阪急百貨店の、ね、あの地下の食品料理場で買ってます。まあ、ちょっと高いので。でもこれは嬉しいや。これいいでしょ、うんうん、これお家に1個あったら最高でしょ、うん、そうそうそう、結構ね、うん、日持ちするんで、うんうん、半年ぐらい持つのかな。
これいいです、おすすめ。これじゃあ、OK、合格、うんうん。ありがたいね。私ことをよく知ってるな。ヨンちゃんのが好きそうな味でしょ。そうそうそう。当たり前です。ええー、すごい。じゃあね、スイーツ行きましょうか。うん、あ、すぐスイーツか。すぐスイーツ行きます。なるほど、ね。もうこれはね、うん、最新のスイーツ。うん、え？あんまり知らない。知られてないことねえか。うん、多分なんか最近結構話題になってる。あ、そうなんだ。なんだ？ドン、おむすびケーキ。俺、おむすびの形してるんですけど、うん、え？おにぎりじゃん、これ。おにぎりだよ。おい。すごい。こっちがケーク。ご飯じゃなくてね。おい。あー。見た目。これ変わったなんかケークだね。そうですよ、変わってでしょ。すごい。見た目おにぎりなんですけど、すごいな。よくコンビニとかで買える。いやー、これね。これは楽しいな。これいいっしょ。うん。これも、開け方。コンビニのおにぎりと一緒。なるほどね。チーズいきますか。そうね、今日ね、ひょんちゃん持ってるチーズと、うん、あとなんか期間限定のリンゴってやつと、まあ、いろんな種類があるね。抹茶とクリーム。4つ買ってきたんですけど、チーズいってもらいましょうか。すごい、これ完全におにぎり。すごい、こっちもね、ちゃんと汁もね、うん、おにぎりっぽいよね。そうそう、ひょんちゃん開けれんの。そうだね、いつもぐちゃぐちゃにしてるけど、ね、でもいけたんじゃん、うん、海苔じゃないからね。ちょっとでも柔らかいからね。そうそうそう、難しいところあるか。いやー、これね、すごい。これチーズはのむいてもなんかクレープみたいだよね。そうだね、こんな感じで中が、こっちがスポンジみたいで、そうだね、スポンジとクリームが入ってる、うん、はーい、これいっちゃってください。はい。どうだ？おいしい。おいしい。うん。まあ、見た目はまあ可愛いとして、うん、味も。そうだね。いい。いい、いい。これ食べてみ。あ、いっていいんですか。おお、すごい。これ僕もね、買ってきたはいいもんの、うん、食べるのは初めてですから。いやー、すごい。うん。そうだね。ケーキだわ。そうだね。本当にケーキです。当たり前の話だけど。何ていうの、うん、特にそんな変わった味とかではないけど、うんうん、本当にケーキです。あ、でもこれチーズの味すごいして美味しいわ、うんうん、抹茶も気になるから言っちゃってください。うん、あ、これちょっとね、うん、変わったケーキだから、うん、それがちょっと楽しいね、うん、こんな感じです、うん、そ、周りの黒い海苔みたいなのは何なの。クレープ。クレープ生地は同じなんだ、うんうん、それを黒にしているだけで。そうそう、おいしい。うん、中にあんこも入ってるのかな、うん、ほんであんこもちょっとだけ入ってる抹茶の味がもっと美味しいと思うよ、うん、あ、なんかがっつり入ってるんじゃなくて、うん、ちょっとずつ入ってる、うんうん、柔らかくて、うん、クリームがすごく、うんうん、爽やか。あ、そう、うん、甘すぎじゃない。そうそうそう、うん、これ美味しいね。これも美味しい、うん、こっちがもっと美味しいかも。抹茶の方が、うん、あ、美味しそう。そうだね、抹茶、うん、抹茶の香りがでもちょうどいい感じ。そうそう、いい抹茶のお菓子って、うんうん、すっごい抹茶の香りするじゃん。そうだね、ちょっと濃いな感じ、うん、そのままの抹茶のケーキもあるけどね。そうそうそう、これはそこまで、うん、抹茶の味しないっていうか、うん、おとなしい感じ。そうそう、でもちょうどなんか手軽に食べるにはちょうどいい感じかな、うん、これもいいですよ、うん、これいくらすると思いますか。いくらの450円する。なんか誰かに、うん、お土産とか、うん、記念品とかね、楽しく一緒に食べながら、うん、その日に買ったらいいかもね。これね、見た目はすごい、うん、面白い。面白くて可愛いんだけど、うんうん、そうそう、この値段はちょっと高いわ。ね、高いだね、うん。味もね、なんか、普通だー。普通だね。まあ、そこまで変わった味でもないし、ね。そうそうそう。まあ、だからお土産に、うん、まあ、なんかちょっと、うん、会社のお土産とかさ。そうだね、その方がいいかもね、うん、どっか持っていくお話のネタとしては、うん、すごくいいと思う。はい、その時買ってください。はい、おすすめです。はい、じゃあ最後行きましょうか。あ、最後。これ最後はね、うん、もう関西の人だったら、うん、もうみんな知っている、みんなが食べたことのある。私も食べたの。のんちゃんがまだないんです。これはもう、なんていうのかな、学生の時の修学旅行とか。うん、
旅行とかで行くところ、私も行きました。小学校の修学旅行で行った三重県の伊勢名物赤福。スイーツ？お餅？これスイーツです。お餅。これがね、もう関西の人ならみんな食べたことあると思う。そうだね。はい。まあ私も関西人だから。そうだね。食べさせてくれる。そうそう。これはちょっと私は歴史を知らないですけど、おそらくすごく前からあったんじゃないでしょうか。そう見える。どうぞ開けてください。そう。これで食べます。本当？なんじゃそりゃ。スプーンか。スプーン。うわ、すごい。もう書いてるね。うん。ポストカードみたいな。そうだね。ああ、いいね、これ。高級な感じだね。そうでしょ？うん。はい、いただきまーす。はーい、開けてください。うわ、すごい。チョコレートみたい。あんこ。綺麗でしょ？あんこだっしょ？あんこ好き。こしあんです、これ。すごい。いやうわ。こっちか、待って。こうやって食べるとやってたんだよ。これね、ちょっとひっついてるから、うん、こうやって切るの、この周りを。なるほどね。で、こうやって、取ると。へ、う、ぇ、んこれ一口でいくもんじゃないんだけど、まぁ、あ、ちょっとずついって。あ、しゃべる。うん、しゃべれなくなっちゃうから。どうでしょうか。めっちゃ美味しい、うん、あ、そう。うわこれね、大人気ですから。いやこれね、超うまい。超うまい？超うまい。これね、あんこがね、本当に、こんなあんこを食べたことないな。嘘。全然なかった。そう。本当に、めっちゃ上品な味で、すごく美味しい。おぉ。本当に。ほんとね。普通のあんこの味じゃないや、これは。どうやって作ったかな、わかんない。なんていうの、こしあんだからさ、この舌触りがいいっていうか、なんか滑らかでしょ。これは好き。これ好き。うん。これうまいでしょ。正直言ったら一番うまい。あら、え、何で？この中。この今日の3つで。うん。なんちゃんそんなにあんこ好きじゃないじゃん。うん。でもいける。これはそんなに好きになるわ。あ、そう。それぐらいの味あります。普通の味はないや。おらら。これはもう単純なお土産というよりは、普通に食べたいもんだよね。本当に食べたいでしょ？美味しいでしょ？うんうん、めっちゃ美味しい。はい、というわけで、今日は私がひょんちゃんに食べさせたいものを紹介しましたけど、ありがとうございました。満足してもらいましたか？めちゃくちゃ満足、大満足しました。よかった。また百貨店特集やりたいと思います。はい、それでは今日はここまでにしましょう。またねー。